ああ、やらかした。マジか。こんにちは、タイピョンです。今日も一日よろしくお願いいたします。じゃ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 ーん。ご覧の通り、多分サムネにも上がってると思うんですけども、こんな感じでメルカリでバイク買ってきました。ホンダの VT250 スパーダでございます。まあ知ってる人たくさんいらっしゃると思うんですけども、一応知らない人のために説明すると、ホンダの 250cc の V ツインのスポーツタイプのオートバイとなります。で、 VTR250 っていうのがつい最近絶版になったんだけれども、それのご先祖様みたいな感じのポジションのオートバイとなってて、これのすごいところっていうか、なんで VT250 スパーダをタイピョンが買ったかっていうのは、前々からね、このスパーダに乗りたいなって思ってたんですよ。なんでじゃあ VT250 スパーダに乗りたいかっていうと、これね、ちょうど日本がバブルの時に作られた車体で、これ 250cc の V ツインの機体なんですけども、フレームがね、なんとアルミフレームなんですよ。当時画期的な技術だったカステック、キャス、キャス、キャス、とにかくね、コストがかかったオートバイなんですよ。で、タイピョン的にはね、そのコストがかかったオートバイっていうのにすごい目がなくて、その古き良き時代のオートバイなんですね。スペック的にも詳しいことは分かんないんですけど、現在でもノラのレースっていうか、その地方にある 250cc のレギュレーションのレースではかなり上位に食い込んだりとか入賞したりするようなスペックを持ってて、前後ディスクブレーキだったり、まあ、フレームがアルミだったりとか、 V ツインなんですけど、確か42馬力とか3馬力ぐらいあって、レースしたことないから分かんないけど、スペック高いスポーツネイキッドなんですよ。メルカリで買ってきました。でね、詳しくまだ見てないんで、視聴者の皆様と一緒に見ていきたいと思います。じゃあ、いろいろチェックしていきましょう。楽しみだな。今 GoPro に切り替えましたので、よろしくお願いします。じゃあこんな感じで VT250 スパーダなんですけども、結構ボロいな。こんな感じで、どっから見ていこうかな。突っ込みどころはめちゃくちゃあるんだけど、前から見ていこうか。走行距離は1万9000キロ。マジか、メーターの針折れることってあるの？スイッチ類はもうダメだね。交換しないとダメで、セパハンのハンドルバー自体は社外品で曲がりはなしっぽいね。うわ、クラッチのレバーのホルダー割れてるね。ダメだ。しかも色が違うね。なんか違うやつ使ってたのかな。タンクはこんな感じで、こんな感じ。あ、エンジンはバッテリー上がって回らない。フロントフェンダーがこの色って、テールもこの色ってことは、もともと赤色系のスパーダだったんだろうね。で、こっちからドーンっていったね。こことここと、あ、そうかそうか。で、タンクもぐしゃっと潰れたと。すごいな。あ、かっこいいな。このフレーム、マジでかっこいいよね。濡れるよね。濡れるわ。何これ？オカリナ？え、オカリナ？これ。なんでこんなマフラーの形してんの？シートの表皮だけ変えればいいかなって思ったけどさ、ダメだよね。リアサスは？でさ、なんでナンバーこんな風になんの？なんでナンバーこんな風になんの？やべえな、これ結構しんどいぞ。これ結構しんどくね？なんかおかしいな。いや、違うわ。違う違う。違うぞ、これ。スパーダのタンクじゃない。え？っていうかさ、これ。え？これってさ、これ、タンク固定してるやつってさ、
れだよね。は？マジか。バフ書きしたのかな。ここだけ。こっからここまで綺麗だけど、こっから綺麗に綺麗じゃない。なんで？どういうこと？スパーダがこういうフレームなのかな。これ割れてね。ちょい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 。こっちさ、こんな風に綺麗に処理されてるでしょ。で、後ろもすっげえ綺麗に。なんだけど、はぁ、マジで？マジで？なんでここが割れてんの？ストッパーは生きてる。ストッパーは生きてる。ストッパー生きてるけど、フレーム割れてる。うわ、マジか。それにしてもこのマフラーダメだろ。恥ずかしいだろ。これ、外れじゃね？タンクボッコボコだし。うわー、やらかした、やらかした、やらかした、マジやらかした。あー、事故った。マジで事故った。あー、いやー、メルカリで見た時点である程度ボロいっていうのは分かって理解してたつもりだったんですよ。で、オカリナマフラーに関してもあらかじめ写真見てたんですけど、まさかここまでね、全体がひどいとは思いませんでした。とりあえずまとめると、エンジンは今バッテリーが上がってかからないし、外装ね、使えるものが何一つない。ヘッドライトダメだし、灯火類も全部折れてたり、ひび入ってたりするし、ハンドル、レバーも全部折れてる、傷が入ってる、メーターも傷ついてる、フロントフェンダーも割れてる、ガソリンタンクも使えない、シートも使えない、シートカウルもひび入ってる、ステップも折れてる。ということで、目につくものすべての部品は全部傷が入ってる。メンタル的にダメージができない。あー、でもね、このスパーダをメルカリで見た時にですね、スパーダ乗りたかったっていうのもあるんですけど、なんか助けてよっていうか、なんかスパーダの声が聞こえた気がしたんですよ。なんか直したらまだ走れるんだよみたいな、綺麗に直してあげて峠を気持ちよく走れるようなマシンに仕上げていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。スパーダに関しては全く私情報を知らないので、もしスパーダ乗ってたよとか、スパーダ乗ってるよとか、ちょっとねこういったとこおかしいんじゃないとか、気になったことがあったらぜひコメント欄にてコメントよろしくお願いいたします。そんな感じで今回の動画は以上となります。じゃあまたねー。